一回やってんのにね、今回ちょっと苦労しちゃったな。さあ、前回お伝えできなかったシーンも今回お伝えできるといいですね。よいしょ。ここのやり取りもね、ちょっと静止画だったんでね、前回ね。よっしゃ、貴様見やがれ。さあ、いらっしゃい、トーマス・マトンさん。俺の貸しだぜ、マトンさんよ。許さん、主君。許されんぞ、貴様が。ああ、バカか、てめえは。素直に負けを認めろ。なんだ、己らの都合だけで主の繁栄が邪魔されていいはずがないんだ。ったく、まだそんなこと言ってんのかよ。男と女ってらな、てめえが考えるほど簡単にはいかねえんだよ。勝手なことは。なあマトン、勝手とかそういうんじゃなくてさ、誰だって決められた責任のために生まれてくるわけじゃねえよな。なぜなら人間ってのはただ群れてるだけの動物じゃねえ。まあ偉そうに言えるほど俺はできたやつじゃねえけどさ、どう生きようとすんのも俺たち人間の自由なんだよ。長生きなやつめ。とにかく勝負は俺の勝ちだ。こんなくだらねえ仕掛けに毎晩付き合わせやがって。こっから先は好きにやらせてもらうからな。さあ、顎に絆創膏を貼った理由がようやっと明らかに。これのせいだね。あら、ブロンズでした。まさか天井までも登りきるとはね。挑戦者ヴィンセント・ブルックス、あんたの勝ちだ。はーい。さあ、いよいよ真のエンディングになるはずなんですが、どこがどう変わるんでしょうか。これで変わらなかったらどうしよう。ここまで同じですね。まさか。よっしゃさあ、ここまでは同じなんですよ。前回もね、ここまでは多分動画にしているはずなんでね。じゃあどう変わりますかね。頼みますよ、本当に。ここまでは同じかな。ねえ、どういうこと。久しぶりにみんなで会おうってオーランドから連絡が来たんだけど、それをどうしてここの店長さんがわざわざ迎えに来たのかしら。それは後で説明するよ。とりあえず来てくれてありがとう。それよりみんなはどうして、あなただけ。実は俺が呼んでもらったんだ。どうしても話したいことがあって。電話しても繋がらなかったから。この流れも全部同じかな、もしかしたらね。それで何、会話変わるかと思ったんだけど。もうしたくないの、わかるわよね。分かってるよ。でもどうしても聞いてほしいことがあるんだ。もうなんだかな。
なーに、ほんとこれで最後にしてね。全部幻だったんだ。え、何が？浮気してたことだ。は？浮気相手っていなかったんだ。ちょ、何のつもり？今さらそんな言い訳。信じられなくて当然だと思う。だけど嘘じゃない。浮気なんてしてなかったんだ。何言ってんの？真剣な話なんだ。頭がちょっとおかしくなっちゃって、浮気したって思い込んでたっていうか、自分でもこんなことありえない話だって思うよ。実際自分でも分かんなくなって、あ、これはこれでやばい話だけど。ちょっと本気で言ってるの？本当のことなんだよ。全部俺の幻覚だって仲間や店長が教えてくれたんだ。そんな話信じられるわけないじゃん。分かってる。でも誤解されたまま終わらせたくなかったんだ。だから呼んでもらったんだ。嘘でしょ。それでもなぜ店長っていうの？そんな、だってこのタイミングで私たちそのせいで電話じゃないメールだった。嘘よ。嘘じゃないぜ。ジョニー、オーランド。かっこいい。久しぶりだな、キャサリン。悪い。逃げられる。気にすんな。こんな話誰だって最初は信用できねえって。ああ、あの話をエリカから聞くまでは俺たちもそうだった。え、それにこいつが本当に浮気をやらかしてたんならこんな協力してやるもんかよ。幻のことでしたら私からもご説明する所存でして。店長さん、ボコボコにされとるやん。なんなの、どういう。実はな、一応説明。どういう説明をしたのよ。納得できる。まずジョニーはお酒なんすね。全部本当の話なんだ、信じてくれ。キャサリン、任しとこうぜ。けど妄想とはいえ気持ちは浮気してたのと同じだ。すまない、これだけは許されることじゃないと思ってる。そうだよ。やっと目が覚めたな。これからの人生が不安だった。ジョニーとオーランドの空気読みがすごいね。周りから勝手に決まって、いろんなものに流されて自分のことだけで精一杯だった。だけど君に振られて分かったんだ。君がいなかったら何の意味もないんだって。なんで今さらそんなこと言うのよ。もう後悔したくないんだ。君を一生大事にする。俺と結婚してくれ。愛してる、キャサリン。急に何よ。すぐじゃダメなら、いつなら。そういう話じゃないでしょ。一応考えてはみるけどさ。考えてくれるのか。そっか、よかった、本当によかった。ちょっと何勝手に喜んでんの。だいたい今の話だってまだ。ここまではもう完全に同じですね。本当に。あとは最後のエンディングがどう変わるか。もうっていうか信じらんない。あ、先にアリカで来ちゃう。あ、この人来ちゃうね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。またお会いすることができましたね。恐ろしい悪夢からの完全脱出、見事な技でヴィンセントを導きましたね。はい、ありがとうさん。悪夢の仕掛け人魔人アストロとも舌を巻く素晴らしいプレーだったわ。ところで実はこの作品
クレイの様々な場面である価値観を問われていたことに気づいたかしら。秩序に従って堅実な生き方を望むのか、左に行くと奔放で右が堅実なんですね。逆に刺激に満ちた奔放な生き方を望むのか。悪夢の中でアスタロトは言っていましたね。階段の登り方に決まった正解はない。ヴィンセントを毎晩苦しめたあの階段は、もしかすると彼を本心と向き合わせるための大人への階段なんて言えるのかもしれませんね。そしてラスト、意を決して恋人に復縁を迫るヴィンセント、それに彼女はどう答えるのか。ドキドキしながら見てまいりましたが、ヴィンセントの必死の説得に戸惑いながらも最後は微笑みを返してくれましたね。私に言わせると、彼女ったらちょっと優しすぎる気もするわね。でもこれって悪夢の体験の中でヴィンセント自身が答えを見つけたからかも。それが本当の答えとして恋人に伝わったからかもしれない。もしかしたらそういう気持ちがどれくらい彼女に伝わるかで、これからの二人の未来も決まっていくのかもしれませんよ。さあ、プレイされた皆さんはこの結末どうお感じになったでしょうか。この二人、このままうまくやり直せるといいんだけど、多分大丈夫よね。ここまで彼を導いてこられた皆さんもちょっと心配に思ってるかしら。頼むよ。じゃあ真のエンディング頼むよ。お話もうちょっとだけ先を見てみることにしましょうか。お願いしますよ。これと同じとかやめてよ。本当にいいもんですね。それではまたご一緒に楽しみましょう。この人は何なんだろうね。本当にただのキャスターなのか、魔人なんとかなのか。さあお願いします、真のエンディングを。あ、真のエンディングでした。ありがとうございました。テステスマイクテス。お待たせしました。それでは新婦の合入場です。待ってました。さすがケーキ屋さんに。よかったですね。お二人の幸せが永遠であることを願って乾杯。乾杯。あんた司会なの。なんか意外といっぱい人がいる。全くこんなことまでやらされるというわ。店長、シャンパン追加まだ？なんかお金も払ってなさそう。さて、俺もそろそろ本気で運命の相手でも探すかな。ジョニー先輩。おい、トビー、勝手に取ってんじゃねえよ。いいじゃないですか。厳しい。カメラ係取られた。先輩がいつも言ってる運命の相手ってどんな人なんすかね。本当っすね。さあ、聞いたことねえな。みんな何の話してんの。そういやエリカ、この店閉店しないんだってな。そうそう、仕事続けられんのは助かるけど、うん、あいつのセクハラまた我慢しなくっちゃ。妙なおっさんだよな。大体さ、いいじゃねえか。あの話信じたわけじゃねえけど、妙な夢さえ見なくていいならいつでもここで飲むさ。つうか、この店が潰れちまったらマジで何にもない街になるしな。確かに飲むとこなくなるのは困るな。しかしキャサリンの花嫁姿すごく綺麗じゃん。ヴィンセントにもったいねえだろ。マジすっげえ羨ましいっすよ。つうか神様は不公平っす。それに比べて俺なんか。あら、私だったらいつでも相手してあげるけど。エリカさん。いえ、皆さんの同級生のエリックさん。はい、というわけで返してください。やった、もらっちゃったものは返すのぞ。ね、エリックと実はエリックでした。いいからいいから、ほら、いいお顔して。はい、笑って。遅かったじゃないか。船遅れちゃって。おら、船、実はもう一回こいつとやり直すことにしてさ。やり直すって、やだ、本当？こっちもおめでとうじゃん。こっちも、まあなんていうか、ここんとこ不思議にいろいろ吹っ切れたっていうかさ。遅えんだよ。昔は若くていろいろやらかしちまったが、見てろ、今度は必ず成功してやるぞ。
今度はまた商売するのか。というわけで今度はカッパの漁業権を獲得しようかと思ってね。え、カッパキュウリ、キュウリ知らないのか。カッパっつうのは食うと勢力絶倫の保証されるレアな生き物なのさ。うわー、さすがオーランドさん本物のカッパ、マジすげえっす。今度はカッパドリーム懲りないわね。いねえよ、うん、なんで船が遅れたの。まあ、皆さん今日の主役が来たみたいっすよね、今のねエリカさんの会話のところなんかはね面白いですよね。はい、じゃあスタッフスクロールまたカットします。はい、というわけで今回も、ちゃんと真のエンディングになりましたね。あとはこれがちゃんとお伝えできてるかどうか、それだけが心配ですね。また静止画だったら本当にごめんなさいまあね、それはね、実は他の YouTuber さんはしっかりエンディングが映っているので、もうこうなってくるとね、ここでも映せなかったんだったらもう他の方のところでってなっちゃうけれども、ね、なんとか頑張りたいと思います。で、今回見せたのがケイキャサリンのエンディング、一応これが真のエンディングでになっているはずですね。真のエンディング、これで2つ目のエンディング、さらには今2周目をプレイしたことになりますね。で、さっきちらっと話が出た同級生のエリックさん、名前がエリカさんになるわけですけれどもね、途中ね、あの悪夢の話とかいろんな話が出てるときに明らかにね自分も見てるっぽい言い方をねチロッとしてるんですよね。え、あれってっていう言い方をしてるんで、あの店長マスターと話してる際にね、あれって見せてるのってとかっていう話をねチラッとしてるんで、本人もやっぱり悪夢見てたんですよね。まあその時点でまあ気づかないといけないところですけれども、まあそれでもエリカさんですよ、やっぱりねそれでもエリカさんパート欲しかったんですよね。まあすでにリンちゃんがあんな感じになってるんで、もうリンちゃんのねエンディングではエリカさんはどうするんでしょうかね。さあ、今回で、ケイキャサリンのエンディングを2つ見ましたが、ケイキャサリンのエンディングはあと2つあります。なのでこうなってくると、ケイキャサリンのエンディング2つ、そっちの方も見に行きたいと思います。なのでまず最初はケイキャサリンのエンディングを優先してお見せしたいと思います。で、ノーマルモード、あの奔放ともう一個なんだったっけ、現実のバーがあるんですけど、もう2つのエンディングは真ん中、ちょうど真ん中で見るものなので、次は、ノーマルモードでプレイしていきたいと思います。真ん中にね、なるべく線を真ん中にしていきたいと思います。で、生存、全員生存エンドも見たし、今後はムービーなんかもねちょっと全部カットして、ノーマルモードはそれのみでお伝えしたいと思います。途中変わったりするのかな、多分変わんないでいっちゃうと思うんで、ちょっとどういう風に3周目をお伝えするかはわからないですけど、ちょっとね、またケイキャサリンの部分は別に声優さんも変わらないんで、ケイキャサリンモードのムービーも全部カットしちゃおうかな。今回は一気にエンディングだけにしちゃうかもしれません。パズルパートのね、あの全パートも見せたいところなんですけど、ここはね一旦ノーマルモードのみでお伝えしたいと思います。さあ、今これは、スタッフスクロールの間本当は音楽が鳴っているんですが、音楽は丸々カットしております。実はね音楽もブロック対象なんですよね。なので一応これは音楽もカットしております。じゃあちょっと最後まで流すと長いので、またここでカットします。はい、じゃあカットとって言ったけど、ほんの数秒だったなカットしなきゃよかったかも。あ、結婚式の模様だ。テントウムシのサンバでも歌ったんですか、エリカさん。
わざと羊登らせてんの、ケーキに。嫌がらせ。あら、エリカさん。店長の扱いがひどくなってるよね、どんどんね。はい、というわけでこれ。よ、おめでとうさん。キャサリンのこと、絶対に幸せにしてやれよ。よし、トビー。キスコール行くぞ。あ、いいっすね、それ。はい、みんな、カトラリー持って。グラスは持ってるわよね。行くぞ、せーの。俺もだ、キャサリン。あーい、おっと、トロフィー獲得、これが多分真のエンディングのやつですね。君といつまでもっていうとなんかもう加山雄三になっちゃうけれども、これでタイトルに戻るかな。あ、戻りましたね。はい、というわけで今回 K キャサリンの真のエンディングをお伝えしました。次回はノーマルモードをやりたいと思います。ではでは、今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。あ、この部分の映像を使おうかな、端っこにね。